どうも、青字のきのこやです。今日はタモギタケの菌床ブロックでの成長を解説していきたいと思います。この袋に入っているのがタモギタケが生える培地です。タモギタケが育つ栄養がたっぷり入ってます。上側にある黄色いつぶつぶがタモギタケの菌です。で、これは植えた直後に撮った写真です。管理温度は15度を行ったり来たりしてます。2日目、袋が曇りました。菌はほのかに白くなりました。3日目、微妙に何か伸びた感じがするのが分かりますか？これが菌糸です。菌がぼやっとしてます。4日目、確実に伸びてますよね。菌が丸みを帯びてきてます。5日目、順調に伸びてますね。伸び幅は1日に 1-2mm ほどといったところかなと思います。6日目、またちょびっと伸びました。ただ大きな変化はあまりないですね。この日にヒーターを導入しました。温度管理はだいたい18度前後まで上昇しました。7日目、薄い白の菌糸が同心円状に伸び始めました。菌の本体はもうほぼ見えません。8日目、ちょっと伸びるスピードが速くなってきました。体感としては1日2から3ミリ程度伸びてます。9日目、いい感じで伸び続けてます。ここでカビが発生したのが発覚しました。カビはすでに胞子を抱えているため、触ると一瞬で広がるので見守ります。10日目、すごい勢いで成長してます。カビも成長してます。11日目、菌糸がはっきりしてきました。カビも青さがはっきりしてきました。13日目、一気に5ミリぐらい伸びてますが、これは12日目の写真を撮り損ねたので2日分進んでます。カビとタモギタケの菌が接触しました。14日目、菌糸の白色が濃くなりました。カビは包囲されつつあります。15日目、さらに菌糸が濃くはっきりしてきました。カビは完全に包囲されてます。16日目、成長が加速して伸び放題です。カビはじっと耐えてますね。17日目、内部から伸びてきた菌糸が側面に届きました。穴を上から開けているので、そこから伸びてきたやつです。カビはちょっと色が淡くなりましたね。18日目、手当たり次第に伸びていってますね。カビはもう殲滅されてそうです。20日目、また1日分の写真を撮り忘れたので一気に伸びてますが、右のブロックも内部から菌糸が到達しましたね。21日目、20度を超えていたこともあり爆速で成長しました。そういえばカビはどこに行ったかわからないレベルですね。22日目、ブロックの上半分が菌糸で覆われました。カビはもう消えちゃってます。24日目、もはや当たり前のように2日後の写真を載せてますが、例のごとく撮り忘れました。タモギタケの菌糸が3分の2まで回ってきてます。ここまで回るとそろそろキノコが生え出すのでハウス栽培開始です。以上でタモギタケの菌床ブロックでの成長を解説でした。よければチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。